いたんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日のゲストは、はい、お寺修行協会の大神でございます。もうね、何度もお伺いさせていただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、で今日はお寺修行協会の弁護士の先生高岸先生に来ていただいています。はい、お寺修行協会の弁護士の高岸よし子と申します。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、で今回のテーマは巷で噂のエンディングノートについてちょっとお話をね。はい、はい、ですね、遺言状とか書こうと思うと、まあ、法的拘束力はあるんですけれども、はい、ちょっと身構えてしまうじゃないですか。なんか硬い感じのね。そうですよね、はい、じゃなくてもっと気軽に、まあ、エンディングノートということで今までのご自身のルーツとか、はい、好きなもの嫌いなものそういったものを含めたものを、うん、したためていくというものになります。そうですね、はい、で今よく就活でエンディングノートを書くっていうのが結構あると思うんですけども、はいはいはい、うん、大体エンディングノートで書かれているということはご自身がどういうふうな人生を歩まれてきたのか、まあ、それはご自身にとっても人生の棚卸しみたいなそういうことになると思うんですけれども、はいはいはい、ご自身の思いをご家族とか、うん、配偶者の方、パートナーの方、うん、子供さん、お孫さんに伝える、あとご自身の意思を伝えるということで、うん、例えば寝たきりになった後にはこういった終末期医療を受けたいとかですね、はい、ご自身の好きなものとか家族関係とか、うん、趣味のこととか書いておくと、はいはいはい、例えば認知症になった後でも介護をしていただけるスタッフの方々が希望に沿った対応をしていただけるということもあるということです、うん、はい、あとですね、預貯金とか保険、はい、それから年金、はいはい、何に入ってるのかっていうのをちゃんと書いておいていただけると結構重要ですよね。そうですね、残された方々あと焦らなくて済むということになります。でそれに加えてですね、お葬式のこととか、はいはいはい、お墓のこと、こういったものを中心に書いておくエンディングノートというのを我々修行協会でちょっと作成しております。はい、今制作中ということで。そうですね、はい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 、我々のところで弁護士さんとか税理士さんとかから見てもあこれだったらいいよねっていうような内容で、なおかつお寺様の関係ですね、うん、ご葬儀だったりその後のお墓のことだったりとかっていうのもきちんと書けるような、うん、はいはい、そういうようなエンディングノートを今作成中ということになります。楽しみですね。 ありがとうございます、うん、でね、やっぱりご葬儀のこととかお墓のこととか子どもの立場からすると非常にちょっと聞きにくいというのが ね、はい、やっぱりそういうのを聞くと親とトラブルになってしまうというようなことがありますので、そういうのをきちんとあらかじめ書いておいていただくというのも重要かなというふうに思っています。それからまた今ね、若い方々は自分の檀家寺がどこであるかということをねご存じないっていうケースも多いと聞きますので、そうですね、はい、自分のその宗派自体もねもう分からないっていう、ね、方が多いはい、ですので、まあ、そういうふうなこともきちんと檀家寺はここだよ、連絡先ここだよというのをきちんと書いておいていただけるような、そうですね、そういうエンディングノートを書いてもらおうというふうに思っております。で例えばですね、お葬式にしても、ね、一般葬がいいのか家族葬がいいのか、うん、直葬がいいのか、はい、あと墓石に関してもこういったものがいいっていうこだわりがあれば、うん、全部任せるじゃなくって、うん、ちゃんと書いておいていただきたいっていうところになります。あとですね、お葬式とかお通夜とかそういったところに来ていただく方のリストとか、はいはいはい、そういうのを書いておいていただくと、はいはいはい、大変重要になるかと思います。あと思い出の写真とか残しておいていただけると、うん、遺影に使ったりとかできるかなというふうに思います。そういうお写真を入れれるようなところも作るわけですね。そうですね、はい、で、まあ、こういうねお葬式とか他とかこういったものがいいってちゃんと書いておいていただけると、うん、それに見合ったお金もそれなりに残しておいて、大事なところですよね。皆さん残されたものがもう焦らなくて済むということになります。だからそのお亡くなりになられてからいやお墓作らんとあかんわみたいな話になってしまうと、うん、残された方の負担というのはすごく大きいことになってしまいますが、うんうんうん、事前にこういうふうにしてそのためのお金はこれこれちゃんとここにあるよっていうのがね、うん、分かっていれば、うん、残された方も安心ですし、うんうん、ね、そういうふうな意味でも使っていただけたらいいのかなという形のものを、はい、作っていこうかなとしております。はい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 、また出来上がりましたらね、はい、また動画でご紹介させて ね、はいはい、いただきたいんで、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。皆さん交互期待で、はいはい、本日はどうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。